みなさんこんにちは、しおりみちゃんのしほです。はい、ということで今回もですね、今回はねコストコで買ってきたこちらのプレゼントボックスっていうのかな、プレゼントをね、はい、紹介していきたいと思います。こちらまずすごい見た目じゃないですか。何が入ってると思います？実はですね、こちらお菓子が入っているねえ、すごくない？このね、かわいいねボックスにお菓子がね5種類も入ってると。はい、クリスマスだからだよね、きっとね。そうですね、クリスマスシーズンだからこういうのが売ってたと思われます。はいはい、でね、色がね、箱があの赤い、箱のところがこのキラキラしてとか赤いバージョンもあったんだけど、でもなんかクリスマス終わって使うことを考えるとなんかこっちの方が使いやすいかなと思って、なるほど、ゴールドにしました。はい、はい、ママがね、実はお友達とまた行って買ってきたんですけど、しょうちゃんびっくりした、玄関のところにボンと置いといたんだけど。いや、そんなに。え、そんなにそうですかびっくりしてよ、そこはということで、はい、こちらの、こちらね、タグがついてて、タグにね、あの入ってる中、入ってる中身が分かっちゃうんです。なるほど、じゃあちょっとカメラを近づけたいと思います。はい、お願いします。こんな感じになってまして、見えます？あ、見えました。こんな感じになってまして、1段目がなんか赤っぽいやつで、2段目がなんかクッキーっぽい、あ、チョコですね、チョコっぽいです。3段目がグミっぽくて、4段目がクッキーっぽい。え、これウェハースじゃない？ウェハースっぽくない？ウェハースだ、これウェハースだよ、ね、ウェハースでした、ウェハースで、うん、5段目がケーキ、ま、ケーキ、ま、うん、ケーキかな。美味しそうですね、全部。じゃあせっかくなので中身を見てみましょうか。はい、見てみましょうか。これどうやって開ける？その言葉を待ってました。どうやったっけ、とりあえずあのリボンになってるですね。リボンのところをほどいちゃうか、ま、ほどいちゃっていいですか。はい、また結べばいいしね、だってどうせ取らないと食べれないし。どんな感じになってる？おーおーおー、あ、普通に結んであるだけなんだね。普通に結んで、あ、違う、そこはちゃんとコブになってる。コブになってる。おお、なってるね。コブでリボン結び。なるほど、それが2個、2回ですね。あ、なるほど、そういうことね。だからちょっとずらして取っていきましょうか、上から。そうですね、はい、普通に。はい、そんな感じで、まず一番下なんで、ね、こちらですね、こちらの赤っぽいやつが入ってるらしいです、ね、じゃあいきますね。まず1段目、こちら。おお、こうなってるのね。緑の銀紙でなんかこんな感じで開けてみましょうか。なんかなんかチョコっぽいんだけど、あ、チョコレートって書いてあるね、ミルクチョコレート。あ、チョコレートだね、チョコレートだ、チョコだ。いただきます。はい、うん、そう、普通のチョコレート。なんか入ってる、うん、なんか特殊、特殊、うん、本当何個入ってんだろう、うん、8個だ、うん、8個です。なんかね、うん、ミルクチョコなんだけど、うん、なんか食感的に味的に特殊というか、コリコリしてますね。うん、おいしい。コリコリしてるよね、うん、なんか入ってるのかな。でもおいしいです。ね、おいしい、すごいおいしい。あんた、リミとパパにもあげなきゃ。すいません。はい、じゃあ次行きましょう。続いてはこちらのボックス、なんか本みたいで可愛いですね、はい、じゃあ行きます。おお、こんな感じで、これもチョコっぽいですよね、2段目。フルーツって書いてあるね、
なるほど。おお。開けてみます。なるほどね。こんな感じになんか袋に入って、さらに小袋と。なるほど。なるほど。じゃあちょっとかじってみる。なんかね、あ、なんかハイチュウっぽいよ。おー、なんかそんな感じだね。クッチョとかハイチュウみたいな感じです。ちょっとかじってみる、翔ちゃん。どっちか。じゃあ白が少ないのでピンクからいきますか。はい。大きいね、結構ね。ね。かじってみますね。はい。お、柔らかそう。どうですか、ハイチュウ。ハイチュウ最近食べなくて分かんないわ。確かにりょうちゃん食べないね、ハイチュウね。りみはよく食べるんだけどね。なんかね、ガムの柔らかい。ちょっと食べさせていただこうかな、ママが。ガム、これガムの柔らかい。ハイチュウよりもめっちゃ柔らかい。ハイチュウこの柔らかい。ソフトキャンディ。ハイチュウは結構硬いじゃん、最初。うん、硬い。これめっちゃ柔らかいですもん。うん、なんか入れた瞬間になんかね、歯にくっつく感じ。めっちゃ柔らかい。噛めば噛んだらさ、すぐになくなっちゃった。うん、柔らかいです。美味しい感じです、うん、柔らかい。今日歯にくっつくよね。これ余計だよ、ママ、はい、すいません。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いてはこちらです。これもまた面白い仕組みね。こう開けるんだよ。箱が可愛いよね、一個一個ね。可愛いですね。うん、全部なんか違うもんね。ほっ、おー、すごい。おっ、おー、すごい。おー、こちらはなんかキャンディーみたいな、ドロップ、キャンディー、ゼリーみたいなね。フルーツゼリーなの、これ。フルーツゼリー。え、ゼリーなのこれ、うん、フルーツゼリーっぽいです。ちょっと開けてみましょうか。このまま袋の中にまた小袋の、うん、なんか可愛い感じね、可愛い、うん、あー入れましたね。あ、おー、大丈夫。入れましたね、こんな感じで、はい、おー、可愛い。めっちゃ可愛いです ね、これ食べてみますか。そうだね、一個かじってみたら。どうぞ。ありがとうございます。じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。どうかな、ゼリーで。全然、うん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 、これ美味しい。これはよくあるやつ、ゼリー。ちょっとあの砂糖がついたちょっと固めのゼリーです、うん、これ美味しい、うん、美味しい。これは、うん、友達とかに気軽にあげれますね、うん、食べる。ありがとう。ね、クリスマスパーティーとかね、いいですね。こういうので、これを出したらさ、あの最初はこうさ、さっきみたいに積んでて、うん、食べるときにこう一個ずつ開けるみたいな。開けて、いいね、みんないいよって置くの。で、おやったーってこう取るみたいな。いいかも。めっちゃいいかもしれません、うん、こちら。はい、じゃあ次行きましょう。行きましょう、次。次はね、4段目です。はい。ウェハースっぽいのが入ってるやつ。こちらですね。こちらまた2段目と一緒、同様な、うん、本みたいな。本みたいな感じの。では、いきますね。4段目。おー、中身が見えない。中身が見えない。すごい、でも、キンキラ。あー、なるほどね。なるほど。しかも2個に分かれてる。2個に分かれてて、これいいね、食べきれないもんね。2個になってて、大きな袋でなんかまとまってる感じ。多分ウェハースです。ウェハースです。ちょっと開けてみましょうか、せっかくなので。1個開けてみますか。1個開けて食べてみましょう。開けますね。はい、見てください。ねえ、しほちゃんすごい。どうやったらそんな
ういう開け方できんの？逆に器用だよね。もうなんかわかるかな、どういう開け方したか。開けるじゃないですか、うん、そしたら真ん中だけなんかこうなってて、真ん中だけ残っちゃって買い物バッグみたいになってるけどマジか。まあこれから取っ手が邪魔でダメ、あんま見えないんですけど。あ、美味しそう。こんな感じの。これ絶対美味しいやつじゃん。すごい一口サイズのね、うん、ウエハースが。あ、これすごい食べちゃいそう。美味しそう、やば。食べてみる？食べましょう、一緒に、はい、いただきます。いただきます。これは間違いない、ウエハースの。うん、美味しい。これ美味しい。これ止まんないやつだね。うん、うん、美味しいです。ラストですね。はい、ラスト5段目は一番大きいやつは、一番大きいやつでなんかマフィーの巨大版みたいな感じの。あ、そうそう、そうだやつですよね。すごいね、美味しそうなんですよ。ケーキですね。そう、どんな風に入ってんだろう。開けてみますね。はい、いきます。おー、おー、なるほど。でかいね、やっぱり。いや、大きいんだけど、ちょっと開けますね。すごい、うん、これはすごい。こんな感じで。美味しそう。いや、美味しそうなんですけど、うん、なんかでっかい、なんかこうケーキだね。ね、本当になんか、うん、なんていうの、ショートケーキの中。ショートケーキと全然違うよねカップケーキみたいな感じね。マフィンですね。あ、そう、マフィン、マフィン、マフィン、でっかいマフィンですね。うん、ショートケーキじゃないよ絶対、それだけは言い切れるわいや、おっきい。これはちょっとね、今は食べないでおきたいと思います。そうですね、さすがにちょっと同じの部屋でこれを開けてこう食べるなんてこれね、一応賞味期限が1月の31日、はい、あ、そうなんだ。うん、来年の1月の31日まで大丈夫なので、開けちゃうとちょっとね、早まっちゃうから。そうですね、これはこのままちょっとクリスマスぐらいまで取っときたいと思います。ゆっくり食べましょう、みんなね。以上でございます。はい、こちらの5段いかがだったでしょうか。すごいですね。うん、これさ、見た目がいいよね。もう一回、じゃあ、ね、箱もいいし中身もいいし最高じゃないですか。じゃちょっとまた重ねて戻してください、翔ちゃん。 OK です。 OK？ ほら、だいぶなんか華やかになったかなとすごいなんかピュッピュ跳ねてるけど、まあ、あ、ちょっと待って、カメラ華やかになったかなと、はい、こんな感じでちょっとさ、近くで映されるのちょっと恥ずかしいねまあ、後でね、ちゃんと直したいと思いますひどせっかく、まあ、でも治るのでね、大丈夫。まあそうですね。はい、ということで今回はね、コストコで買ったクリスマスのね、この5段お菓子ボックスを開けてみました、はい、ということでね、クリパとかやるの絶対いいと思います。1個あっても絶対いいと思います、はい、今年はね、コロナの中で、はい、クリパはちょっと。これでもいくらだと思う、じいちゃん。 How muchHow much? How much? いくらだと思いますか？え、英語で答えないといけないから。いや、いいよ、別に。いい日本語で大丈夫。3600円。お、いい線です。ジル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 。え、違う。え？いい線ってことは違うってことかなと。違う違う違う。え、でも、だいたいそれぐらい。3000円ぐらいです。2980円かな。全然違うでも一応3000円ぐらいかなと思う、まあ、3000円で正解かなと思って3600円だから、まあ600円さ、まあ、まあ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 違うけどねはい、こんな感じでございました。はい、もしね、皆さんまだクリスマスまで日にちがあるので気になる方はぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。味は本当に美味しいです。どれもどれも美味しい、うん、どれもね、うん、食べたけど、まあ一番下はちょっと食べてないんですが、まあ、こんなね、中もなんかちゃんと、そうなの、中もちゃんとチョコチップが入ってる、うん、美味しそうです。これはちょっと食べてないです。それは本当に美味しそう、うん、これ美味しそうだよね。これは間違いないと思うんで、間違いないですね。はい、ぜひ皆さんもよかったら買ってみてください。お願いします。ということで、それではバイバーイ。